は本当にマクタ14番の方むしろ15二頭だし今回こそ荒れる落ちたいんじゃない15番マイナス2です。川島春彦56。
11番ファイナルドリーム480キロマイナス藤岡高が54です。12番クリー472キロマイナスに三幸秀明56キロ。13番のハイパーハグが408キロマイナス6小牧仁志54キロ。どうしたの、中央競馬全レース海外地方レースも楽しめる1週間どこでも見てもらえる BS グリーンチャンネル。最高アドバニアオーラ、今日はこのスタートを見せました。3000点が今日も出ていきます。スタート前は3000点先頭で通過していきました。サンコーダーは定期的に 1000m 行きました。淡々とした流れですが、浅草キング先頭リードが1番締め半、2番手には3000点残り800を通過した直線コースに向かって浅草キングわずかに先頭ですが、さあ早くも3000点がかわしに出る、残り400行きました。あとは3馬身後方追い込んでくる。阪神競馬場第3競走です。サラブレッド系3歳2勝2戦ダートコース 1200m 混合戦16頭の競走。第2コーナーからバックストレッチへ入ったところ、枠入りが順調に進んでおります。続々と収まってジョートラジャ、ビキノモンテカルロ、待っておりました15番のみゆきメガバックス、ゆっくりとゆっくりと促されてみゆきメガバックス収まってスタートしました。さあ揃いました。先行争います。外から12番のクリーが伺います。内から3番のスマートマウが出ていきますが、間から押しながら8番のサウンドシリック先行体制になりました。間を作るのには5番の同系くれないのがあって、外から16番のミキロモンテカルロが位置を上げていきました。あとは下がりました10番のジョートラジェラティーそうです。内からが半分差6番のディーズハンシーです。あとは下がりましたゼッケン2番をつけましたケントホープがいて、これを回していこうという15番のミキメガバックスという体制です。各はこれから3コーナーをカーブ、その後の集団ですけれども、ファイナルドリームが追走して内からが半分差の位置に7番のエスペランサロス後方展開バラバラで、この圏内外目14番グランツシティ加わりました。あとは下がりまして、その後方からは9番のセラインアテーザが追走、そして後方の1頭ですがアイファーハニー、そして最後方追走ですがわずかに4番のパープルカムカム、そしてもう1頭おりました、もう1頭おりました1番の競泳リップル最後方。さあ先頭第4コーナーカーブから直線に向かいました。わずかにクリー先頭が挑戦する8番のサウンドシリット、この2頭乗り比べ、相当続きましては10番のジョータルジャ、そして外からミユキメガバックスがさあ接近してまいりました。外から押しながら15番のミユキメガバックスが今度は向いて先頭と変わりました。3番目温泉模様の中、最後外からスマートマウアーも両足を伸ばしています。内はクリー、あるいは絶景10番ジョートラジャ、しかし先頭は10番のみゆきメガバックス通り、みゆきメガバックス、みゆきメガバックス、最後は後続を突き放しての快勝でありました。そして2番手3番手の争いこの後は開きました。最後を続いたジョートラジャ、最後外から3番のスマートマウアーなどよく足を伸ばしておりました。15番のみゆきメガバックス、ルメール氏の騎乗です。さあ本体は3番手争い、10番のジョートラジャ、あるいは3番のスマートマウアーなど確保したいのです。3番手3番のスマートマウアーぐらいに、あのもうなんか文字分からないから、あとはクリー、そして14番のグランツシティなどが入っております。1着15番みゆきメガバックス、2着10番ジョートラジャ、
3着3番スマートバウアー、4着12番フリー、5着14番グランツッシー。勝ち馬確定のご案内がありますので、お手持ちの勝ち馬投票券お捨てにならないようにお待ちください。